下まで変えたじゃないですか。みんな安倍総理の意向で動いてると思ってますよ。そこでね、安倍総理、そうおっしゃるんであればね、おっしゃるんであれば、安倍総理の意向として、トランプさんとディールというか、話をされるときにね、話をされるときに、公的年金のお金を使って、アメリカのインフラ投資にすることを約束する、あるいは事後的にも、何がしかのパッケージが成り立っていった、これを検証するときにも、公的年金のお金がこれだけ使われて米国のインフラ投資に役立ちましたなんてことを事後的にも説明するということが一銭もないようにしていただきたい。これは国民の願いだと思うんです。いかがですか。安倍内閣総理大臣、この官邸のですね、冊子で言えば公的年金のこのポートフォリオ等々についてですね、それを私が今まで、国内の株の比率が低いだろう、何なのですね、これ言ったことはないですよ、それはですね、結果としてそれは増えてるかもしれない、しかし、フォワードルーティングなんですね、デフレから脱却する中においてはですね、いわば、フォワードルーティングのですね、投資をしていくという中においては、国債に重点が置かれていたものをですね、そうではなくて、この株式市場ということも視野に入れるということは、それは一つの考えだろうということは、私は申し上げたことはありますけれども、だからといって、私がこう指図するということはこうないわけでありまして、これ専門家がですね、現在の経済状況から将来を見据えながら判断していく、詳しくは塩崎大臣から答弁させてもよろしいですが、そこでですね、これ、繰り返しの答弁になってしまうんですが、いわば GPIF は独立してこれは運用しておりますから、そもそも私がこれをやるな、これをやるということはできないわけでありまして、もっぱらですね、年金の受給者のためにですね、運用をしているということでございますから、今ここで申し上げることはできないわけでありますが、そこでですね、トランプ大統領との間においてですね、お互いにどういう経済協力ができるか、経済協力って私がこれ、途上国でありませんから、我々が協力を一方的にするということはこれないわけでありまして、基本的には、ウィンウィンの関係の中においてですね、我々は例えば雇用においてはどういう貢献ができるのか、あるいは、それは GDP、米国の GDP を押し上げていく中において、どういう、それは意義を持っているのかということはもちろん話はしますよ。でしかし、それは同時に、この投資するというのは民間企業もありますから、民間企業は投資してリターンがなければ投資しないのは当たり前のことでありまして、そういう中においてですね、米国側の理解を進めるためにもですね、そういうパッケージの話をしていくべきだと私は思っているわけでございます。鉄道の話もございましたね。鉄道の話は東部において、またあるいは西部において、そしてあるいは南部において、それぞれ新幹線の計画がございますが、この新幹線の計画、我々は ODA で行うわけではもちろんないんですね。しっかりと まさに我々の優れた、インフラの技術を、米国で使っていただければですね、そこで、起こりうる、投資、あるいは雇用において大きなプラスが生まれますねと、そして移動が短時間になることによって GDP にどういう影響があるか、どういうプラスがあるかということもお互いの協力の中の一つですねと、こういう話をしようとしているわけでありますから、我々がですね、お土産というのはこれどういう意味でおっしゃっているのかよくわからないんですが、そういう関係では全くないということは、日本が途上国に支援をするという関係ではもちろん、それは全くないというのは、これはご承知の、ご存知の通りであると、このように思います。小渕君。いやいや、何を言われているかはよくわからない答弁でありましたけれども、私が聞きたいのは、公的年金の原資を使って、私たちの国民の年金ですよ、皆さんのお金です。でそれを、ね、使ってトランプ大統領と、これから面会されると思います。でこれは長い関係になられると思いますよ。いろんな貢献策を話していくことになられると思います。その中でまさか公的年金のお金がアメリカのインフラ投資に使われることが日本の貢献策としてカウントされるということはないでしょうねという国民の皆さんの素朴な声なんです。そこだけなんです。総理、約束してください。国民年金のお金がアメリカのインフラ投資に使われるということが、アメリカとの経済協力、これ一方的な協力じゃなくてですね、協力の中の一環としてカウントされるということはありませんということだけ約束していればいいんです。安倍内閣総理大臣。 GPIF の記事はどこが出てるんだっけ。 GPIF は2つでしたっけね。そこでですね、
そこで、先ほど申し上げました、私の今、先ほどの答弁に尽きているですかね、なぜ尽きているかといえば、そもそも私はですね、GPIF に、こうしろ、ああしろという権限がないんですよ。こうしろ、ああしろという権限がないにもかかわらずですね、大統領のところに持ってってですね、私の指示で GPIF からこれ入れますよっていうのは、これ詐欺じゃないですか。これ権限がないんですから、だから権限がないことを私はですね、約束するような人間でないことは、これ、大口にもよくご承知の通りだろうと、思いますよ。まあ、ですから、そういう意味においてですね、次、質問の時間で十分しゃべっていただければいいと思いますよ。いや そこでですね、そこで、今申し上げましたように、そもそも権限がないことでありますから、権限がないものについて、私は今、これ、パッケージというのはそもそもありえないということではないか、でそもそも検討しておりませんから、ですから検討していないということにつながっていくわけであります。大口君、事前に、まあ、明確に否定されないということをね、やっぱり感じ取ると、事前にはね、ああしろこうしろと言えないということを言われるわけですけども、では総理、事後的にもね、いろんな経済協力をこれからされていくんでしょう。その中で事後